感傷に浸ってんだ。お前らしくない。人間ってやつは美獣の持つ力にしか興味がない。だがな、お前だけは違うんだな。お前だけはわしら美獣のことを名前で呼んでくれ。わしは憎しみの塊だった。クラマが名前を教えてくれた時のことはよーく覚えてるさ。あの時は本当に嬉しかった。